ました。もう、坂本フォアボール。もう昨日と一緒だよこれ。フォアボールで失点するも。アウト一塁。もうやがって。さあここでなんと3番カジタリオ。ねえもう。梶谷フォアボール満塁逃げ場がない。もう終わっちゃう初回で。頼むからストライク取って。さあ三振来い。ジャック三振能力高いからスプリット三振。あ当てた。いやまあアウト1個か。アウト1個だな。まあ1点はしゃあないわ。ノーアウト満塁で1点だから。もう今の切り替え切り替え。 OK。 はいセカンドナイス。うまい。グラマッチうまい。あアウト。2人目アウトか。もうアウト。2人目アウトか。でも2点取られてるわ。ダメだ。なんか俺1点で済んだかと思ったわ。2点入っとった。いやこの1点は痛いな。マジで。これは痛いわ。これ余分だな。いらない。2回もタオル回しとるわ。あ。入れアウト。おい。スリーボールから打つかな。さすがだ。スリーボールから打つかな。マジで。まあ入れてくるか。もう段階通る回す。生暖かい涼しい風が来るわ。いやでもエラーがやっぱり尾を引いてんな。いらないエラーだわ。おい、ああもうダメだ。アウト1個で1点は入るな。中日みたいな点の取り方すんな。なんかゴロの間に渋い1点。巨人らしくないぞ。タイムリーじゃなくてゴロの間に1点。もう4点もいらないだろ。もう山崎より調子いいからさ、2点ぐらいで十分じゃない。4点もいらんて。いらん。ずっとタオル回してるわ。俺ヒロトのタオル回したいわ。もうごまかしてごまかして。ダメだ。終わっちゃうわ。終わってるけどね。もう終わってる。それだと思って。 OK。 よし OK。 これでよし。1点は入る。よし岡林ナイスナイス兄貴。さすが細川。頼れる4番。ラスト反撃開始。当てた。おいホーム無理。ホームアウト。挟んだ。よし。オーケー。早くタッチ。早く。スリーヒート。何してんの。おい早く。もう二塁三塁行っちゃったじゃん。追い方が下手だわ。おーい。もう毎日丸に打たれるやん。エブリデイ丸だわ。スプリットがなんか真ん中浮いたな。うまいな。まあでもこの5点目はもう致命的だわ。致命傷。もう内出血は済まないね。外出血だ。続けばよし。落ちろ。よーし。OK。いっちゃい。よし。お、2塁行った。よーし。2、3塁。よーし。ナイス走塁。よーし。チャンス到来。人に思いを込めて。おー、いけ。ダメ。ゴロ。まあゴロで1点。渋いけど5対2。まあこういうの大事だから。コツコツと気になる。恐れずに無理抜け。おしこっちの。よしよっしゃーナイス。おーしまでかい。2塁。よーし5対3はでかい。今日終わるぞワンちゃん。諦めるな。ビシエドホームラン勝負強さ。おフライ。お父さんか。よっしー。燃えろ。よっしゃ、ナイス。よし。ナイスヒット。オッケー。二塁。よし。いいや。いきなり初打席ツーベース。ナイス、三好。アピール大成功。即結果残した。こういうのでかい。世代と競技ランクする。
石田を放て敵を砕く石田を当たりだったけどな、吉川に止められたな、前で。マジで吉川ないっすよ。マジで怖え。いやでも石川も打ってるからな、しょうがないっす、しょうがないよ。マジでやべねえ。今村、あとちょっとだったのに。やべねえ、マジで。あとちょっとだったのに。あれ吉川じゃなかったら多分抜けてた。いや抜けてた、あれ村松だったら抜けてたな。切れそうだった、マジで。まあ、あれ抜けてたら。いやでもやっぱ大事なところで巨人守備いいよな。やっぱり二遊間守備がいい。やっぱ硬かったな。ここが差だよね、大きいわ。すごい、なんか走った、させ無理だ。重信、こういうところで走れる体操羨ましいわ。ドラゴンっていないから、こういうの欲しいんだよな。重信、ドラゴンズ来ないかな。来るわけないだろ。来ないかな。一番手になれるよ、ダイソーの。いやでも巨人の最強ベンチャーだから、いやだからこういうのが欲しいよ。ドラゴンズ高松と伊藤というさ、牽制でアウトになって、こういうとこ差があるよな、大きな差。ドラゴンズファンすごいな、全然変えないな。本当だよ、惜しい。諦めない投資、伝わってくれ。おー、頼れるベテラン、こういう時に打つのが頼れるベテランや。もう痛すぎるわ、この6点目は。さすが長。あー、タオル回してる。輝きすぎや、男たちを。本当に輝きすぎ、眩しすぎる。いやもうでもこの6点目はもう終わったな、次エンドの6点目だわ。でも立ち上がるドラゴンズファンはいない。素晴らしい、讃えたい、素晴らしいよ。いや、いない、あれはいないぞ。あれほぼほぼいない、ほぼいない、ほぼいない。想い、今竜の空へ舞い登れ。イエーイ、ナイス。借金19、マジで20あるぞこれ。終わらねえ、しんどすぎるわ。マジでしんどい。中川すごすぎ、点取られすぎやろ。6点も取られたら勝てないって。今日もヒット11安打打たれて、打たれすぎ。これであれだな、現地観戦11敗目かな。借金6、自分も2桁借金だしな、チームも2桁し、もう一心同体だ。あ、共に地獄は東京ドーム6連敗。なんでだろう、なんでだろう、何がなんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、なれなれなんでだろう、なんでだ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 、なぜだ、なぜなぜ、なぜなぜ、なぜなぜ、なんでだ、なんでだろう、なんでだろう、なんで東京ドームに勝てない。先発ピッチャーがみんな打たれるから、誰が投げても打たれるよね。今日も失点 6? 打たれすぎ?勝てませんよ、そりゃ。点取られすぎだもの。こんだけ点取られたら勝てるわけないやん。どうやって勝つの?無理でしょ。打たれすぎよ。打たれすぎよ。打たれすぎ。それに行き着くやん。巨人打線がすごいのかって。そりゃすごいよ。ね、丸に岡本に坂本に、復帰組がみんな打つ。でもね、守備力の差もあるんだよ。二遊間の差見てごらん。坂本、吉川、抜けない、鉄壁、ガッチガチ、ドラゴンズ、二遊間。特にセカンド村松、早球そらす。キャッチャー石橋、早球そらす。ワイルドピッチ、リュークも早球そらす。当然でしょう。なんとか生きてます。どうもアウトロイン愛です。本日もよろしくお願いします。なんも言えねえ。なんも言えねえ。なんも言えねえ。もうそろそろやばいぞ。
まあとっくにやばいのかもしれないけど、借金19。なんか折り返し地点かな。借金10って言ってた頃が懐かしいや。もう次負けたら借金20。明日も現地行くけど、もうクライマックスがどうのこうのとか言ってる場合じゃねえよ。優勝がどうのこうのとか言ってる場合じゃない。とにかく目の前の一勝勝たないと。もうどん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 、日ハムみたいに大型連敗ないかもしれないけど、4連敗、1勝して3連敗、コツ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 負けを積み重ねてる。負けにコツも、コツコツもクソもないけどさ。先発が非常事態宣言だよ。緊急事態宣言だよ、本当に。あれだけ自慢してた先発陣がみんな総倒れしてきてる。誰も一人、まあ小笠原ぐらいだよ。計算できるの。みんな崩れてきてる。今日のヒロトもそう。どんだけ点取られるの？もういきなり初回からフォアボール2つ出して、ノーアウト満塁。まあ岡本フライ打ち取って、助かったかと思ったけど、まあ今の究極完全体の巨人打線には通用しないわ。秋広でゴロの間に1点。で、もう1点しっかりタイムリー打たれる。それで終わればいいけど、終わらないよね。まあイニング、ヒット打たれたり、点取られたり。まあ巨人打線が怖いのはわかるけど、6失点今日は、11被安打で。それだけ打てたら、打たれてたら勝てるわけない。無理。ドラゴンズ打線も今日も頑張ってたよ。ね、石川昂弥が途中で代打で出るぐらい苦しい中でさ、宇佐美もスタメンから外れた中で、よく頑張ってるよ打線は。うん、昨日もそうだけど。いやもちろんもっと打って打ってっていうシーン探したらそれあるかもしんないけど、これ以上打線ね、求められない。でもシーズンの前半は逆だったよ。ね、打てない打てない。ピッチャーがかわいそう。今は逆になってきてる。打てるけどピッチャー先発が試合作れない。やっぱり歯車が噛み合わない。どうしても噛み合わない。どうしても逆に行ってしまう。もうここ最近先発の防御率ももう5点台らしいし、まあ確かにほぼ毎日打たれてる。まあこの東京ドームは特にひどいけど、まあね、打たれてるのもそうだけど、巨人の二遊間、吉川直樹、坂本、守備ガッチガチやで。抜けない。素晴らしい守備だ。軽快なプレーだ。ハンドリングは素晴らしい。一方ドラゴンズの二遊間、村松、今日ランニングスロー取るとこまで良かったけど送球が逸れて点を失ってる。ショートのリュークも点には直結しなかったかもしれないけど、ちょうど自分がアウトローに入り三塁側から見てたから、リュークの真後ろから見てる感じで、取ってこれはアウトにできるだろうっていうのも送球逸れてセーフになってる。でキャッチャーの石橋も二塁へ暴投して、あれエラーセカンドについてたような気がするけど、あれ明らかにキャッチャーの送球高かった。そらしてでワイルドピッチもして、やっぱエラーしてるんよ。記録上エラーは一つだけど、実質エラー4つぐらいしてる。負けるべくして負けてる。ただでさえ巨人打線の方が打力強いのに、エラーで負けてる。やっぱり守備力含めても。で、終盤に巨人、盗塁ね。重信、すかさず盗塁してきたけど、走力含めても、まあ当たり前だけど、それは順位のね、差を見ても当たり前だけど、マジマジと戦力差を見続けられたなっていう。悔しいけど、これが現実なんだなっていう。まあ受け止めなきゃいけないよね。借金19でも受け止めて前向いてくしかないんだけど、先発がここまで試合作れないと話にならない。土俵に立てない。どうしようもない。うん、もともとドラゴンズって3対1とか3対2で勝ってたチームだから、先発がこれだけ打たれたらどうしようもない。毎日毎日大量得点取れるわけじゃないんだから。まあそれでもね、どんな点差になっても今日もレフトスタンド3塁側ドラゴンズファンほぼ帰ってなかった。なんなら声量がね、もう負けてもますます大きくなってった。本当に素晴らしいファン称えたいと思うけど、ファンの方が選手より熱量高いし、正直もうどうにかなんとかしてくれ。それしか言えないよ。声出して応援することしかできないから。ファンは選手に代わってプレーできるわけでもないし、能力もないから。選手が一番の能力の保持者なんだから。ドラゴンズを勝たせることができるのは選手なんだから。本当に今一度よく考えて、うん、もう借金20なんてさすがに想像してなかったよ。もう二軍も先発さ、急遽祖父江が先発しなきゃいけないぐらい、鈴木博士が急遽離脱したりとか、先発回避したりとか、梅津がコンディショニング不良だったりとか、
ね、ネオも長いイニング投げさせなきゃいけない。書き越しもストレートの球速が落ちるまで投げさせなきゃいけない。2軍も借金20以上抱えて再開。このままだと1、2軍に2年連続再開になっちまう。恥ずかしいぜ。恥ずかしいよ、本当に。うん。もう笑ってられる余裕もなくなってきた。本当に心配です、ドラゴンズが。本当に心配。もう深刻な、深刻です、本当に。はい。明日の先発ピッチャー、ドラゴンズ、柳。巨人、メンデス。柳さん、お願いだから試合作って。じゃないと始まらない。どうやっても勝てない。本当に頼むから試合作って。それだけしか言えません。試合後のやけくそ中華、食べまくりましたけど、美味しかったです。なんか怒りがあると、食欲増して、いつも以上に多く頼んじゃいました。はい。はい。僕の友達の巨人ファンは、ユニフォーム1万3000円を買って、とても楽しそうにしていました。楽しそうでした。本日の番組ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。またね。ドラゴンズ、頑張れ。